第2次安倍内閣は衆議院議員自由民主党総裁の安倍晋三が第96代内閣総理大臣に任命され2012年12月26日から2014年9月3日まで続いた日本の内閣である自由民主党と公明党による自公連立政権を形成する2012年11月16日に衆議院が解散され 12月16日に実施された第46回衆議院議員総選挙で与党の民主党が大敗、自公連立への政権交代が確定。同年12月26日、野田第三次改造内閣の総辞職に伴い、鳩山幸男、菅直人、野田義彦と3人の首相が続いた民主党政権を経ての3年3ヶ月ぶりの自公、連立政権として成立した。安倍晋三は、 今回の内閣を、危機突破内閣と命名した。第一次、安倍内閣で閣僚を務めたみんなの党代表の、渡辺義美は、チグハグ内閣、琉球新報は、先祖会議内閣、政治評論家の板垣秀則は、名優、重鎮、お友達内閣、経済最優先内閣、経済アナリストの森永卓郎は、小泉構造改革再現内閣、 経済評論家の勝間和代は、経済再生必勝内閣。政治ジャーナリストの後藤健次は、挙党内閣。政治評論家の浅川博多田は、必勝堅実内閣。政治評論家の森田実は、極右派者にすぎ内閣と命名した。ニューズウィーク日本版は、Facebook 最と書いた。首相と全閣僚が、同じ人員の内閣としては、2014年2月24日に、第一次、 佐藤栄作内閣の第一次改造内閣の425日を超え、同9月3日までに617日を記録し、戦後最長記録を更新した。これ以上の期間となるのは、第二次世界大戦前を含めても他に、明治時代の第二次、山形有友内閣のみである。また、2013年は1年間を通じて、閣僚の交代が一件も行われなかった。 内閣改造や辞職に伴う閣僚の交代が全くない年は、三期内閣の1975年以来38年ぶりであった。第一次、安倍内閣の官房副長官だった、的場純三は、第二次、安倍内閣の長期政権化の理由を反対意見が多い中、自分で総裁選に出馬して流れを作った。衆院選、参院選の勝利で、安倍チルドンができ、 党内基盤が強化されたためとしている。首相と全閣僚が同じ人員の内閣としては二千十四年二月二十四日に第一次佐藤栄作内閣の第一次改造内閣の四百二十五日を超え、同九月三日までに六百十七日を記録し、戦後最長記録を更新した。これ以上の期間となるのは第二次世界大戦前を含めても他に明治時代の第二次、 山形有友内閣のみである。また、2013年は1年間を通じて、閣僚の交代が一件も行われなかった。内閣改造や辞職に伴う閣僚の交代が全くない年は、三期内閣の1975年以来38年ぶりであった。第1次、安倍内閣の官房副長官だった、的場純造は、第2次、安倍内閣の長期政権化の理由を、 反対意見が多い中、自分で総裁選に出馬して流れを作った。衆院選、参院選の勝利で安倍チルド連ができ、党内基盤が強化されたためとしている。安倍晋三は今回の内閣を危機突破内閣と命名した。第一次安倍内閣で閣僚を務めたみんなの党代表の渡辺義美はチグハグ内閣、琉球新報は先祖会議内閣。 政治評論家の板垣秀則は、名優、重鎮、お友達内閣、経済最優先内閣、経済アナリストの森永拓郎は、小泉構造改革再現内閣、経済評論家の勝間和代は、経済再生必勝内閣、政治ジャーナリストの後藤健二は、挙党内閣、政治評論家の浅川博多田は、必勝堅実内閣、政治評論家の森田実は、 右はしゃぎすぎない格闘命名した。ニューズウィーク日本版は、Facebook 最小と書いた。地方公務員給与削減問題2012年12月26日、内閣発足後初となる閣僚を懇談会にて、麻生太郎副総理兼財務省は、地方公務員給与について、平均7.8%引き下げている国家、公務員並みに削減するよう要請したが、 2013年1月16日の自民党の日本経済再生本部の会合で所属議員から異論が続出した。西田昌司は変なポピュリズムに流されてはいけない。小島敏文は地方自治体はすでに一生懸命給与をカットしてきている。夏の参院選で負けてしまうとそれぞれ訴え対立が尾を引くこととなった。 また公明党代表の山口夏夫も16日夜に自治労に出向いて麻生に苦言を呈した。2013年1月17日、政府は地方自治体の4月からの地方公務員給与引き下げのため、給与に充てられている地方交付税を2013年度予算で削減する方針を固めた。その一方、総務省の地方財政審議会の神野直彦は、地方は これまで国に先んじて独自の人員削減や給与削減を実施してきたと釘を刺した。2013年1月24日、臨時閣議で地方公務員、自治体の自主的判断では国に追随する動きがほとんどないため、削減要請へ方針転換した。国会議員の歳費及び期末手当2割削減廃止、厳しい財政状況及び、 東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律により、平成24年5月1日から消費税増税の1ヶ月後の平成26年4月30日までに割削減されていたが、約束した衆議院の定数削減なども行われないまま元に戻った。 省庁等幹部交代政権発足以降、異例の省庁人事が続き、民主党政権下で就任した幹部公務員等が交代した。まず2012年に内閣が発足すると、就任わずか1ヶ月ほどだった、官房副長官補の梅本和義が退任となった。2013年3月に防衛事務次官の金沢、広志藩が就任から1年ほどで退任。 同年6月には、総務事務次官の小笠原道明、外務事務次官の河井近を、財務事務次官の正子康子、厚生労働事務次官の金子淳一や、日本郵政社長の坂厚郎が、就任から1年未満で退任、文部科学事務次官の森口康隆も、就任から1年余りで退任となった。また、同月、商工組合中央金庫社長の関哲夫が、 元経済産業事務次官の杉山秀治と交代8月には国土交通事務次官の佐藤直義及び海上保安庁長,長官の北村隆が1年未満で退任。また内閣法制局長官に通例であった内閣法制次長からの昇格ではなく集団的自衛権行使が合憲との立場を取る外交官の小松一郎を就任させた。 靖国放火犯人引き渡し問題2013年1月3日、靖国神社を放火した中国赤容疑者の劉千吉に対して、ソウル公裁はこの行為を政治犯とみなし、日本への引き渡しを認めない決定をした。この判決については、引き渡しを求めてきた国に引き渡せば、迫害を受けることが予想されるという日韓犯罪人、引き渡し条約の条文をもとに、 日本に引き渡すことは、韓国の政治的秩序や憲法理念、そして大多数の文明国の普遍的な価値を否定するものとの判断から出たものだとされている。翌4日には、外務省事務次官の河合が、中日大使の猿州に抗議し、猿大使は、靖国神社を単なる宗教施設でなく、過去の侵略戦争を正当化する政治秩序の象徴とみなした犯行と回答した。 この問題については歴史認識を理由にした放火犯を政治犯とする主張はあまりにも筋違いといった報道もなされたが引き渡し実現の見通しは立っていない。ブルーインパルス731号問題2013年5月15日東日本大震災の被災地視察で安倍が試乗したブルーインパルスの機体番号が731だったことから 中国で展開していたとされる、急日本軍の731部隊を連想させる、挑発だと YTN テレビなどの韓国メディアが一斉に報道。中日大使の去る州は、731部隊の被害者がどう受け止めるか考える必要があると述べた。米国による北方領土への発電所建設前アラバマ州に本社を置く。 タイガーマシナリーの参加企業であるサハリンマシーナリーが日本とロシアが領有権をめぐり係争中の北方四島で地熱風力発電所の建設工事を受注した。民主党政権時代にはクナッシリ島の地熱発電所建設に着手し、さらにクナッシリ島の風力発電所関連設備の生産も受け負ったと言われている。産経新聞は 国方領土での経済活動に加わる第三国の企業や関係者に日本への入国禁止といった経済制裁措置を課すことを提案をしているが日本の外務省は抗議以外の特段の対抗措置は取っていないためそのまま建設されるとみられている。その一方で安倍政権は双日による高ジェネレーションシステム供給の覚書や日本企業の 直接投資支援のための数億ドル規模の日露共同基金創設など経済協力を積極的に進める方針である。中国軍によるレーダー照射問題2013年2月7日、中国人民解放軍海軍艦船による海上自衛隊護衛艦への下機管制用レーダー照射について安倍が報告を受けたのは発生から6日後だったことが明らかになり、 国会で追及を受けた。ただ、民主党政権時代にも複数回レーダー勝者があったと、朝日新聞6日の夕刊や日経新聞7日の長官などで相次いで報道されたほか、民主党の原口和弘の稚拙な追及も問題視された。TPP と衆議院選挙公約問題2013年3月15日、TPP 交渉参加表明を行った。なお、 第46回衆議院議員総選挙の前に、麻生太郎が野田義彦に電話し、TPP をやってくれ。それがあなたの最後の仕事だと迫っていたことが判明している。6月2日には、山形県の県農協政治連盟が、反 TPP 参加を掲げる、緑の風の船山安江の推薦を決めたことに対して、自民党の西川君也が、 今自民党を敵にして農業が大丈夫だと思っているのかと激行した。安倍は3月18日の予算委員会で TPP 反対の北海道選出議員を念頭に国益と自民党の党益が相反するときには自民党なんか解散するんですよ。当たり前じゃありませんかと答弁し自民党内の慎重派に対して政府に条件をつけすぎていると批判している。 日本維新の会の橋本徹との連携も視野に入れているとされる。2013年3月24日、自動車、保険以外の非関税措置に関する協議の決着も、交渉参加に不可欠な米議会通告の前提条件とされていることが明らかになった。長期化して日本の交渉参加を遅らせたり、米側への情報に過酷感の取引で解決する。 ことを目指しているとみられる。米国との事前接触については、4月1日に菅官房長官があくまで7月からの交渉参加を目指す方針を示し、これ以上遅れると日本の立場を主張できなくなるので、ギリギリの時期だとの見解を示したが、実際には著作権保護期間の延長や商標権に関して損害額を証明をできなくても裁判所が賠償金額を決められる。 法定損害賠償の導入などで、米側が構成を強めていると言われている。2013年4月9日、自動車、保険分野での米国との事前協議がまとまる公算となり、7月中に交渉参加の方向となった。12日に発表された、事前協議の合意によると、実に9つもの分野の非関税装置が、日米2カ国間の直接協議の対象となり、 日米経済庁は対話や年次改革要望書と内容が重複する部分が多い。さらに、交渉参加との交換条件で乗用車やトラックにかける関税を最大限維持することが早々に決定されたことに、日本自動車工業界からは落胆の声が上がり、その一方で農産物の生育化は具体案が交渉入り後にしか決定されず、 聖域が認められてもごく一部に限定されると見られることから壊滅的なダメージが出ると予測される北海道を中心に反発が広がっている。また、韓国の国会議員が米議会の議員に対して歴史認識問題と絡めて TPP 交渉を判断するように米国に求める所簡を送っている。2013年5月17日。 マレーシアで行われる7月の TPP 会合が15日から24日までの日程で開かれる見通しとなったため、米国との事前接触の目的であった早期の交渉参加そのものが実質的には退りけられた形となった。その後、日本側の要請で1日だけ会期が延長され、見解の表明と独自の提案のみは実施できる見通しとなった。 内閣総理大臣の安倍晋三は政治家となって以来、国を開いて日本の社会や市場をオープンにすることを哲学とし、世界に対してどこまでも広々とオープンにつながる日本を求めており、2013年6月19日にロンドンで行われた講演で、では、いかにして成長を図るのか。国を開くこと、日本の市場をオープンにすることです。これは、 政治家となって以来、私の中に流れる一貫した哲学でした。と国を開いていく意欲を示した。もはや国境や国籍にこだわる時代は過ぎ去りました。両国が TPP を作るのは歴史の必然です。との見解を示し、グローバル企業活動の国境の撤廃を目指している。また、2013年7月26日、シンガポールで行った講演では、世界一、 ビジネスフレンドリーな国にしたいと私たちは言い続けています。この点、シンガポールに追いつき、できれば追い越したい。真剣にそう思っています。と述べ、2013年9月25日、ニューヨーク証券取引所で行った講演では、私は日本をアメリカのようにベンチャー精神のあふれる企業大国にしていきたいと考えています。とも述べている。 閣僚の靖国神社参拝2013年4月、靖国神社の春の例大祭に、副総理兼財務大臣の麻生太郎、総務大臣の新藤義隆、拉致問題担当大臣の小谷刑事、官房副長官の加藤勝信が参拝し、安倍は、正垣を奉納した。さらに、みんなで、靖国神社に参拝する、国会議員の会からは168人が参拝した。 これに対して中国は外務省報道官の花春明が日本は歴史を直視し戦時中の侵略行為による犠牲者の感情を重んじるべきだとする見解を発表。またアジア開発銀行年次総会に合わせて例年5月に行われている市中間財務大臣中央銀行総裁会議の中止を議長国として決めた。公式の理由は 当時国間で調整を要する重大な課題はない。その一方で、日本政府は、中韓との関係悪化を踏まえて、中国や韓国の財務省と、中銀総裁も参加する従来の枠組みとは別の取り組みを、東南アジア諸国連合との間で始めている。韓国も、政府交換が極めて深いと批判し、月末に予定されていた。 委員日の栄誉外務大臣の訪日中止を決定したが、官房長官の菅義偉は、やる、やらないさえ決まっていなかった。調整はしていたが、韓国側から何も聞いていないと述べ、外相会談が中止になったという見方については、否定した。訪日中止の背景には、麻生が2月の大統領、ボック・クネとの会談で、同じ国、民族でも、歴史認識は一致しない。それを前提に、 歴史認識を論じるべきではないか、などと歴史問題で強い立場を示したことがあるとも言われている。また参拝の2日後である23日の参議院予算委員会で安倍が侵略という定義は学会的にも国際的にも定まっていない。国と国の関係でどちらから見るかで違うと答弁したため、24日付の韓国各紙が一面で強く反発。 外務第一時間の近経験は24日、国会での答弁中で、安倍内閣の歴史認識を遺憾に思う。日本の指導者の時代錯誤の発言は残念だと批判した。さらに民主党合党議員の甲翼尺が、靖国神社を参拝した、麻生、神道、古谷の三閣僚に関して、上陸拒否者に指定する、要,を要求するなど、大使の召喚まで含めた外交的対応が、 検討されているという。29日には、韓国国会も、あらゆる外交的手段を動員して、強力な措置を取ることを求めるとする決議を、圧倒的多数で可決した。他の国では、ニューヨークタイムズが24日付紙面で、日本のいらぬ国家主義と題した社説を掲げて、安倍氏は歴史的な傷を悪化させるのではなく、長く停滞している経済の改善と、 アジアと世界での指導的民主国家としての役割強化に重点を置いて日本の将来を構想することに集中すべきだと市長ワシントンポストは27日付社説で安倍晋三は歴史を制止できないと題して批判。フィナンシャルタイムズは天皇崇拝の国粋主義的カルトとは価値が高く結びついた靖国神社は間違った場所だと述べ宗教色のない国立慰霊施設の混流などを 促した。またバラク・オバマ政権が外交ルートで非公式に東アジア情勢の不安定化に対する懸念を表明したと日米外交筋が明らかにした。さらに25日にはオバマ政権が日米関係はもはや全世界で最も重要な同盟関係ではないと韓国外交筋に語っていたことがわかっている。2013年6月2日には 国連事務総長の反気分が過去の歴史への正しい理解を求めるとし、靖国神社参拝への懸念を表明した。安倍は24日の参院予算委員会においても、我が閣僚はどんな脅かしにも屈しない。尊い英霊に、尊数の念を表する自由を確保していくのは当然のことだと参拝要人の姿勢を示し、中国や韓国の反発に対しては、国益を守り、歴史や、 伝統の上に立った誇りを守ることも私の仕事だ。それを削れば関係がうまくという考え方は間違っている。安国の抗議を始めたのはロ部現時代が顕著になったが、それ以前はほとんどない。なぜ急に態度が変わったかも調べる必要があると述べた。みんなで参拝する会会長の尾辻秀久は参拝に関して国会議員が英霊を参拝するのはどこの国でも言っている。 ごく自然な行為だ。反発はよく理解できないと述べた。一方で25人が参拝したとされる日本維新の会共同代表の橋本徹は政権与党は靖国参拝について外交上の配慮が必要との認識を示した。4月28日には行政改革担当大臣の稲田智美が例年通り参拝を行っている。2013年5月1日に 米議会調査局が安倍内閣の一部の閣僚は極端に国家主義的な見方を持っており、閣僚の選択は安倍氏の考えを反映している集団的自衛権の行使をめぐる憲法解釈を変更しようとしたことについては米政府から考え。これについて官房長官の菅義偉はレッテルバリア誤解であるといった反論を行っている。その後、10日には勘が、 村山談話をすべて踏襲すると明言し、安倍の4月22日の答弁を事実上撤回。さらに幹事長の石場茂も、首相自身は戦前の皇帝や美化は夢にも思っていない。と述べ、政府、与党としてこの問題の対応に乗り出す考えを示唆した。12日には、政調会長の高市さないが、歴史館は安倍晋三首相自身、 違った点もあるかと思うと NHK の番組で述べたが、官は首相ももちろん受け入れているとこれを否定し、政府の見解をしっかり説明したいと述べている。米議会事務局はその後に、で知られる人物を起用したなどの表現を使っただけだ。という釈明をし、慰安婦問題に対しての明言は避けた。2013年5月10日の衆議院内閣委員会では、 民主党最高顧問の岡田克也が、植民地支配、侵略といった言葉を使用する、要官房長官の菅義偉に求めたが、官は、学問的論争はともかく、内閣としての侵略の事実を否定した発言は、ないのだから村山談話は、政治的に引き継いだことになるといった趣旨の主張を、している。普天幕地移設問題2013年12月25日。 アメリカ軍普天間飛行場の移設に向け、安倍晋三は沖縄県知事の中井正宏太と会談し、日米地位協定に監視環境面を補足する、協定を締結するための日米協議開始などの基地、負担軽減策を示した。中井間は驚くべき立派な内容だと評価して、移設先である名護市辺野古沖の埋め立て申請を承認する方針を固め、 同年12月27日午前にこの申請を承認した。日本のリニア技術を米国に無償提供。安倍晋三首相は2014年4月24日の日米首脳会談で日本の超電導リニア新幹線の技術をアメリカへ無償提供すると表明する。2013年2月の首脳会談でも日米同盟の象徴と技術提供を提案していた。 なお、リニアの研究は1962年から開始しており、通常ではリニア技術提供を望む場合、ライセンス料が徴収される。日米首脳会談での万学回答2014年4月24日の日米首脳会談では、安倍首相はオバマ大統領から尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用対象である、力による現状変更に反対する。 集団的自衛権行使用人への取り組みを支持するとの趣旨の発言を引き出した。この会談の結果について外務省幹部は安全保障は満額回答だ。こちらの要望は全部受け入れられたと発言した。渡見会長の参議院選挙への擁立2013年5月28日自民党が渡見グループ会長の渡辺美希を 参議院選挙に擁立する方針であることが明らかとなった。ただ2008年、渡見フードサービスの社員が入社2ヶ月後に自殺し、長時間労働が原因の自殺だと、労災認定された経緯などから、今回の擁立について、ブラックジョークみたいだという声も上がっているという。ちなみに、渡見は、労使対等というより、労使一体であるとされ、労働組合が存在しない。 村上竜は日経スペシャルカンブリア宮殿で渡辺と対談した際に途中で止めてしまうから無理になるんです。鼻血を出そうがぶ、倒れようが、とにかく全力でやらせるなどの主張をされたため、何を言っているのか意味がわからなかったとの感想を述べている。渡辺は元来、アベノミクスに代表される金融緩和政策には会議的な立場であり、2011年、 東京都知事選挙では民主党の支援を得ていた人物である。その後アベノミクスで株式市場が順調に推移し始めると金融政策、財政政策で時間を稼いでいるうちに規制緩和や TPP 参加といったカードを切った方がいいと思う。などの主張を始めている。過去には TPP に対して国会議員は我々が選挙で選んでいる。とすると 原理的には国民の2割が TPP に反対していることになる。そんなことがあるだろうか。との見解を示していただけでなく、半原発と消費税増税も主張しており、これは民主党の衆院選公約と全く同じである。2013年6月6日、渡辺が週刊文春の記事に対して提訴を検討していることが明らかとなった。記事の内容は、 365日24時間死ぬまで、働けなどと書かれた、理念集と称する社内冊子が存在するというもの。また、入社内定者に配布される、質疑応答集という小冊子には、休みがあっても、自分の意思で出勤する社員もいますといった、時間外労働を求めるような記述もあるという。70歳定年制の例外規定を、適用2013年5月31日。 自民党が参議院ピレークにおける70歳定年制の例外規定を適用し71歳の佐々木陽平を公認したことについて批判が高まったが総務会長代行の二階俊博は29日の段階で年が一つ多いとかつまらんことで選ぶんじゃない本当にバカバカしい若ければいいなら30歳の候補を探してくればいいと拳を振り上げてこれを擁護し 候補変更はされなかった。佐々木は落選した。日雇い派遣の復活2013年10月4日、年越し派遣村やネットカフェ難民で、かつて社会問題となった日雇い派遣を復活することが提案された。日雇い派遣の乱用防止を検討しているが、具体策は示されていない。規制改革会議の鶴光太郎は、使用者側にもニーズがある。 短期間だけ働きたい人もいると主張している。また、人を変えれば、一つの業務を派遣社員が担当し続けることが可能になる仕組みも導入され、これについて、住友商事相談役である岡本幸は、老子が納得して、多様な働き方を選べる社会を作るべきだと主張している。労働者派遣制度の見直し2013年5月14日。 鶴光太郎を座長とする規制改革会議の雇用部会で常用代替防止の見直しを目指すことが確認された。また労働ビッグバン当時と同様に正社員と非正規労働者の二極化を是正することが明記された。鶴光太郎はこれに関して賃金の上昇と雇用流動化はトレードオフであるという考えを打ち出した上で正規雇用への改革も含めて行わなければ二極化の 抜本的解決なし、人が動く必要とその意義を説明している。規制改革会議では、最長3年に限定している派遣労働者の受け入れ期間の規制を変更することも検討している。これについて、森永拓郎は、大胆な金融緩和による後継期の後に、小泉内閣によって行われた一連の労働市場改革で雇用者報酬が、 減少姿勢社員が激減したのと同じ失敗を繰り返すだろうと批判している。解雇の金銭解決2013年4月2日、安倍は衆議院に予算委員会で産業競争力会議の民間議員で経済同友会代表幹事の長谷川幹氏の主張である事後的な金銭解決など解雇手続きを労働契約法で明確に規定することを 検討対象とする考えを示した。解雇の金銭解決は6月の成長戦略に規制緩和策として盛り込むかが焦点となっている。2013年4月23日、再就職支援金を支払えば解雇できる、事前型の金銭解決制度の導入について6月に策定する成長戦略に対しては盛り込まないことになった。一方、解雇にかかるコストが明確になり、 経営がしやすくなるため経団連側から要望が出ている買い込む後判決後の事後型の金銭解決については議論を継続することとなった。限定性社員の創設、限定性社員とは今の正社員と非正規雇用の中間に位置する雇用形態で職務が続く限りは期間を定めずに雇用されるが企業が職務を廃止した場合は雇用契約が終わるものである。 リストラなどで事業構造が大きく変わった場合に人件費を削減しやすい利点がある。規制改革会議が打ち出す6月の答申に盛り込まれることとなった。規制改革会議でこの提案をしている民間議員の鶴光太郎は限定性社員を導入すれば企業が余剰人民を抱えることがなくなるため雇用の流動化につながるとその意義を述べている。 2013年4月23日の産業競争力会議で雇用流動化に向けた雇用制度改革の骨格が固まり勤務地域や職種などを限定するいわゆる限定性社員の増員を促す方針が固まった就業規則や労働契約で仕事の範囲を確定し企業が解雇した場合の訴訟リスクを減らすことで増員を促すという5月13日には 規制改革会議の雇用部会が解雇に必要な条件のルール化を求めていくことを決めたが、これに関しては個別の事例ごとに司法判断するとして、厚生労働省は難色を示しているとされる。成長戦略2013年4月16日、安倍主導の下で大胆に規制を緩和する、安倍ノミクス戦略特区を3大都市圏を中心に創設する検討に入ったことが、 明らかになった。東京は外国人医師の受け入れや、英語対応の救急車、薬剤師を置く特区を設けて最先端の医療都市を目指し、また他の地域では混合診療も検討対象としている。中部圏では高度な技能を持つ外国人労働者の受け入れを行う特区を創設し、他の地域では労働時間の規制緩和をする未来型雇用特区を検討している。 2013年5月14日の産業競争力会議において小泉構造改革の中心人物で日本維新の会にも近い立場である竹中平蔵が今後診療などこれまで岩盤と言われてきた項目が抜け落ちていると内容に不満を示していたことが分かっている。またアメリカの金融情報誌ウォールストリートジャーナルは社説で日本の医療制度について 作家フランツカフカの小説に匹敵する悪夢的な医療保険システムと通列に批判し、営利目的の病院や医院の許可を求めている。さらには、正社員の解雇をしやすくするといった計画が後退していることにも不満を示し、今の政治的な勢いをこういった規制バリアを打ち破る力に利用するべき、安倍首相のより大きな人気のある目標と、 経済改革は一致するとの説得を試みた上で、福島原発事故のショックは変革のための滅多にない、機械を作ったといった、いわゆるショックドクトリンにも言及している。2013年6月5日、成長戦略第三弾が発表されたが、東京株式市場では、長期のような理由による、失望売りから500円を超える大幅な値下がりとなった。 成長戦略第3弾の内容は、1、国家戦略特区創設に空港、道路整備で PFI の拡充産一般用医薬品のインターネット販売解禁などである。アメリカの大手情報企業ロイター通信によると、エコノミストラは、成長戦略について、一律の法人減税や雇用流動化策が盛り込まれなかったため、主軸となる政策が抜け落ちているといった評価を下しているという。 また、アメリカのウォールストリートジャーナルは、外資を誘致するには、英語が使いやすい環境のほか、雇用関連の規制緩和も必要になると、解雇をしやすくすることの意義を説明している。解雇特区構想2013年10月16日、政府が国家戦略特区において労働者の権利に配慮する形で、収支博士号取得者などに限定した、 雇用規制緩和を検討していることに対して民主党代表の海江田万里が解雇特区だと批判。安倍はレッテルバリは事実誤認で不適切だと反論した。ただし産業競争力会議メンバーである竹中平蔵は最初は終始博士号取得者に限定しようという内容と明言している。この問題に関しては竹中の主張するような特区による 規制緩和を突破口に、地域限定でなくやがて全国で、解雇規制を緩める狙いといった論点のほか、解雇しやすくするのはいけない、労働者を大事にしないブラック企業を野ばしにする、労働規制が、地域によって異なるのはいけない、全国一律であるべきといった立場からの反対論が、紛失している。消費税増税政府は、従来、様々な指標を見て総合的にタイミングを判断。 したいとしていたが、財務大臣の麻生太郎は、G20 直前の2013年4月19日付のフィナンシャルタイムズへの寄稿などで、予定通り引き上げる考えだとの表明を行い、大手メディアが一様に、踏み込んだという表現を使って報道した。その後に行われた2013年4月23日の参議院予算委員会の中では、麻生は、指標にはいろいろある。 政治的判断で決まる。景気が良くないと上げられないと書いてあると従来の政府の立場を繰り返したが財務省幹部はその日の夕方に行われた麻生と OECD 事務総長アンヘルグリアとの会談の中で麻生が実施を決定できるよう経済環境をしっかりさせるべく頑張ると述べたと日本経済新聞に公表した。さらに翌日の24日には 財務省が2013年1から3月期の全国の景気判断を緩やかに持ち直しつつあると情報修正したことを発表した。2014年8月から消費税増税の判断に関する集中点検会合が複数開催された。この会合の資料で、土井武郎は予定通りの消費税率引上げの必要性と表題で強調、伊藤隆都氏は 予定通りの消費税率引き上げに賛成3つの理由との説明の中で、アジア金融危機などが1997年時の増税失敗の原因であると指摘、吉川洋は消費税率は予定通り引き上げるべきであると特筆対処するなど、増税派が会合の大勢を占め、慎重派は片岡武志、獅戸俊太郎など少数にとどまった。このような経緯を経て、 2013年10月1日に首相の安倍晋三は消費税の8%への引き上げを決定した。消費税の再増税2014年5月の家計消費がロイター通信の事前予想の前年比実質2.0%減を大幅に上回る8.0%減となった。4月の調査では4.6%減で東日本大震災や リーマンショック以来の落ち込みを示していたが、さらにそれを上回る原則となった。この原因について、飯田康之は、1989年の消費税3%の導入では、物品税廃止や所得、資産課税減税が同時に実行されており、1997年の増税では、所得、住民税減税が同時に実行されていたのに対して、2014年の 増税では、そのような配慮が全くなかったことが影響していると分析している。小木植地や高橋洋一は財務省の活動についてコメントをしており、小木上は2013年11月に財務省側からメールでご著書を拝読しました。消費税についてぜひ一度お話をさせてくださいとコンタクトを取ってきました。 簡単に言えば、今なぜ消費税増税が必要なのかについて説明を受けたわけです。とした、高橋は2014年6月10日に元財務事務次官の勝栄二郎が読売新聞社の監査役となり、6月27日には元財務事務次官の正子康氏が日本テレビホールディングスの社外取締役に就任したことに注目し、 消費税再増税の議論への影響を指摘している。2014年8月13日、内閣府は4月、時事通信は8月世論調査で消費税再引上げに75%が反対しているとしたが、その一方で産経新聞は企業業績への影響が想定以上だったとする。企業は2%にとどまり再増税を賛成する。 企業は64%に達するとした。消費に関しては7月に入っても上向く兆しがなく、7月の1世帯あたりの食料品支出の内訳を見ると、米は前年同月比8%減、牛乳や生鮮魚介も8%から14%台の大幅ダウン、税抜きの本体価格表示が広がったため、レジでお金を払うたびに増税を意識する人が増えて、 といったた報道も出始めた国民栄誉賞で異例のセット受賞2013年4月1日、読売ジャイアンツ出身の長島茂雄、松井秀樹両名への国民栄誉賞授与方針を発表したが、その時々の権力者の腹積もりで決まるとも言われる曖昧な表彰基準に対して疑問視する質問が相次いだという。共同通信は今回の受賞について、 同じ日に5月5日の東京ドームでの松井引退記念セレモニーを発表したことを引き合いに、だし、どうして一つの球団からダブルなのかどこか、ストンと胸に落ちないと疑問を呈している。再生可能エネルギーバイデン事業への韓国企業の参入2013年度中に韓国のハンファグループが総出力10万キロワットの太陽光発電所を日本国内に建設することになった。 再生可能エネルギーの全量買取制度で採算が確保できると判断したとされ、今後も外資の大型投資が相次ぐと言われている。ブラック企業の公表若者の使い捨てが社会問題となる中、ブラック企業に対して社名を公表するなどの措置を行うよう政府に提言する方針を固めた。具体策として重大。 悪質な場合の司法処分と企業名の公表問題企業への就職抑制策の検討相談窓口の解説などが上がっている。また自民党副総裁の高村雅彦は正規社員の給料を上げるのはいいが非正規社員が同じ労働をして同じ賃金でないのは正義に反する経済政策としても同じ給料を上げるなら正規社員より非正規社員を上げた方が良い。と述べ 給与のあり方に苦言を呈した。ブラック企業の公表に関しては、Yahoo ー,ースのクリックリサーチにおける、ブラック企業の社名公表、賛成反対とのアンケートに93.5%の賛成が集まったという。2013年5月31日、参院選の自民党ピレークの公認を受けた渡見グループ会長の渡辺美は、自民党や政府では現在、 ブラック企業の定義を明確にし、該当する企業名を公表するなどの動きがあるようですが、私はこれに大賛成です。一部の情報だけを持って、一方的に渡見グループをブラック企業と呼ぶことは、到底、受け入れられるものではありません。などのコメントを出した。出入国管理、難民認定法改正案を閣議決定2014年3月11日に、安倍内閣は、 高度人材と認定された外国人が永住権を取得するために必要な在留期間を3年に短縮、親や家事使用人の帯同も認められるようにする、出入国管理、難民認定法改正案を閣議決定する。外国人労働者受け入れの規制緩和と移民の大量受け入れは気を位にするとの見方が出ており、外国人労働者受け入れの規制緩和により入ってくる。 移民の大半は中国人になるだろうといった見方がある。移民、外国人労働者の受け入れ2014年3月、毎年20万人の移民大量受け入れの本格的な検討に入った。2016年3月、労働力の確保に関する特命委員会を立ち上げ、移民を含めた労働力としての外国人の受け入れに関する議論を開始した。下村博文は、 一千万人、二千万人来るのは国民的理解を得られないとしたものの、特命委員長の木村義雄は移民の寸前まで持っていけるかも含めて議論したいとしている。ありがとうございます。